はい、じゃあよろしくお願いします。今回は9月後半の時事問題やっていきます。で、ニュースが4つですね。で、穴埋め6つありますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっとね、知らないニュースなんかがあれば、今からね、自分が軽くですけど説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1つ目のニュースからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ早速ね、やっていきましょう。で、今回ですね、この動画の中で一つ、見ていただいてるね、皆さんにお願いしたいことがあって、それちょっと先に話していいですか。で、実際みんなが学校のテストを受けた時に、まあ、時事問題ね、出題されるところ結構あると思うんですよ。まあ、もちろんね、先生によって温度差があるんで、すごいいっぱい出す先生もいれば、ほんと軽くしか出さない先生とかもいるんですけど、実際みんなが学校で時事問題出された時に、それどんな問題が出たのか、まあ、ほんと写メ撮ったもので構わないので、それをツイッターのリプ、もしくはメアドの方で、まあ、メールでね、送っていただければなと思っております。で、なんでかっていうと、まあ、実際にこういう問題が出てるんだっていうのを知りたいんですね。実際今でも結構送ってくださってるんですけど、やっぱりもっと送っていただいて、あ、こういうのがいいんだ、こういうのも出す先生がいるんだっていうちょっと経験値が欲しいんです、自分の中で。そう。なので、ご協力の方、ぜひよろしくお願いします。で、ツイッターはひらがなハイ1で調べてもらえれば出ますし、まあ、メアドに関してはこの動画の概要欄にも載っておりますので、そこから送ってみてください。じゃあちょっとね、前置き、話ずれましたが、戻りましょう。で、まず1個目が、日本のホニャララ首相とトランプ大統領。まあ、今更首相の名前かって思うかもしれないんですけど、ちょっと行きます。で、今までですね、青で、答え書いてたんですけど、やっぱり赤の方が見やすいですって声が結構多かったので、赤に戻します。ちょっとね、人の名前が結構出てくるんで、赤はあれかなと思ったんですけど。はい、まずね、安倍晋三首相ですね。で、いつも言いますけど、安倍晋三が出てくる場合は、ほぼ漢字で書かされます。強制的に。漢字間違いやすいからね、安倍さんのね。なんで気をつけてください。で、なんで今回ね、わざわざ安倍晋三のところを穴埋めにしたかっていうと、ちょっと前の時事問題の動画で、自民党の代表、まあ、総裁選があるっていう話をして、まあ、自民党、安倍さんと、あと石破さんですね。が、まあ、一騎打ちだったと。で、結局勝ちました、安倍さんが。まあ、結構な大差でね、勝ったんで、まあ、それもね、言いたかったんで穴埋めにしたんですけど、まあ、日本のまあね、安倍晋三首相と、アメリカですね、トランプ大統領が今会談を行いました。まあ、話し合いですね。で、そこで、農作物とか、まあ、工業製品なんかの関税ね、貿易するときにかかる税金です。関税の二国間ルール。つまり、アメリカと日本の間のルール。の、ほにゃららっていう交渉を始めましょうと、話し合っていこうぜっていうのが決定しました。で、このね、名前がですね、日米、まあ日本とアメリカだからね、物品、貿易、ちょっと入んなかったけど許して、協定、日米物品、貿易協定という交渉が始まりましたと。で、これね、結構大事で、日本にとっては。まあまあ、今ね、アメリカの、まあ、トランプさんが、いろんなところの国にこう、関税をね、高くするっていうのをね、やってるんですよ。で、ちょっと今回ニュースには、あと、問題にはね、しなかったんですけど、ちょっと書きましょうか。少し長くなったらごめんね。ちょっと、まあ、よかったら聞いてて。アメリカですね、トランプさん。今、対中国ですね。中国に対してその税金を上げる、関税を上げるっていうのをもうめっちゃやってて、今回第3弾。もう1弾2弾があったんだよ。第3弾を決定しましたと。で、この第3弾が発動したことによって、今回はなんか雑貨とか、もう日常品にもかなりかかってて、実際に貿易してる、まあ中国がね、貿易してるものの半分ぐらいが、その税金とか関税が上がるっていうものを対象になりましたと。で、当然中国にしてみたらふざけんなっていう話なので、もちろん中国も逆にアメリカの商品に関して税金高くしていきますよ、みたいなそういう関係がかなりできてると。で、今、その日本、アメリカのトランプさんは日本に対してね、ここですね、日本に対してそのね、車自動車ですね。この税金に関してといろいろ言われていて、この税金上げるぞと。で、日本は、まあ、日本車ね、日本の車っていうのはアメリカですごく、こう、まあ、輸入と輸出することによって、かなり儲けが出ているところなので、そこを上げられるとかなり厳しいんね、実際。だから、そこを今回の話し合いで何とかして、まあ、食い止めたいっていう言い方もあれだけど、そう、そこを対象外にしてほしいと、外させたいっていうのがある。
で、アメリカからしてみても、アメリカは牛肉かなとかの、そのね、まあ、関税とかその辺を下げてほしいというのがあって、まあ、その辺を、その日本とアメリカ、両者が納得するようなところのラインで、ルールを決めていきましょうよ、というのが日米物品貿易協定。これ自動車のね、交換税、関税が高い部分にはまると、結構な打撃を食らうとこなので、まあ、みんながね、直接生活にめちゃくちゃ関わるかって言ったらそうではないかもしれないんだけど、まあどうなっていくのかっていうのはぜひ、まあ、なんだ、行く末をね、こう思、なんだろう、思っててほしいってあれだけど、ちょっとね、なんだ、言葉出てこない。まあね、思っててほしいと思います。言葉出てこなかったね。じゃあ次ちょっとね、ゆるいってもあれだけど、行きましょうか。ZOZO タウン。噛んだ？ ZOZO タウン、ZOZO タウンだね。を運営するスタートトゥデイっていう会社があります。まあ、ZOZO タウンにね、知ってる方多いと思いますけど、そこのホニャララ社長が2023年、次に行くかもというニュースね、取り上げました。まあ、社長の名前、ぜひね、覚えておいてください。割と最近、その、ツイッターとか SNS でね、名前がちょっと出てきやすい人ですね。前澤友作社長ですね。前澤友作社長。まあ、その SNS のニュースとか、では、まあ、ピンとこない方も、ゴーリカあやめさん、女優のね、ゴーリカあやめさんの、彼氏です。付き合ってるって公言してる方ですね。まあ、それでちょっといろいろ問題になったんですけど、問題になったっていうか、ネットで叩かれたんですよね。特にゴーリキさんの方が。まあ、っていうことがあったんですが、まあ、その、まあ、この、前澤社長が社長なんですけど、2023年月に行くかもしれないと。で、簡単な流れを説明すると、アメリカのある企業、がですね、その一般の方が月に行けるっていうその計画をしてるんですよ。今ね、その計画を立ててて、で、そこに8人かな、全部で。何人か8人、世界の的にね、で、契約して、その中で唯一、日本人で契約した人。だからそれがちゃんと順調に行けば、2023年で一般の人ね、宇宙飛行士じゃなくて一般の人が月に行ける。その日本人がね。っていう話になってる。まあ、結構大々的なニュースだったんだけど、これね。っていう話になっております。はい、次行きましょう。で、次はね、まあ、これも、まあ、ぜひぜひ皆さんに覚えておいてほしいニュースなんですが、日本が高齢化社会、まあ、少子高齢化だね。社会っていうのは、ま、学校の授業とかでもよく出てくると思います。ね、みんなも知ってると思う。で、それが現状かなりまずい状況に本当なっていて、日本の総人口、まあ、全部のね、人口に占める70歳以上ね、65歳じゃなくて70歳以上の割合が初めて何パーセント、あるパーセントを超えました。で何パーセントかっていうと、20% を超えたんです。2割を超えました。で、これは調査した時によって、まあ、ちょっとずれてくるとは思うんですけど、自分が今見た、そのね、新聞で見た数字だと、今 20.7% です。70歳以上だよ。人口の5人に1人が70歳以上なの、今。状況的には。で、まあ、65歳以上の割合っていうのは、世界でホニャララいだと。日本がね、ないでしょう。これね、1位なんです。一番多いんです、世界で。65歳以上の割合がね。で、これのパーセンテージが、65歳以上だよ。28.1%。まあ、もしかしたらね、あ、ふーんっていう感じの方もいらっしゃるかもしれないんだけど、やっぱ相当まずい。相当まずい。当然今、少子高齢化、少子、子供が少なくなっているので、この割合はどんどん増えていきます。このパーセンテージ。みんなが成長して大人になって成人になって働くようになってた時には、どんどんどんこのパーセンテージが増えていくと。で、もちろんね、65歳以上は、ね、定年の年齢がちょっと変わっていったんであれですけど、65歳以上とか70歳以上のことは働くことができません。ってことは、お金を生み出していける年齢がどんどん減っていくと。うん、っていう状況なのでかなりまずい。で、一応言われているのが、2035だっけな ?36 年か。36年には、この65歳以上の割合が、3人に1人が、2036年には65歳以上になるだろうと、計算上だと。まあ、33% ね。33.3% か。だいたいね。いや、まずいよね。3人に1人だよ。っていうことになり得る。だから、まあ、みんながさ、うんぬんってわけじゃないわけよ。だから子供いっぱい産んで、そういう話じゃないから、ここは。まずは政府がそういうことを整えなきゃいけないんだけど、まあ、ひとまず今みんなはこういう状況なんだっていうのをぜひね、覚えておいてください。で、ニュースラストですね。で、右下はちょっと今回問題取り上げなかったニュースをちょっと書いて終わりにします。で、ラストは、日本の無人補給船ホニャララが
国際宇宙ステーション ISS に到着しましたよと。で、この前打ち上げられたんだよね。で、それが到着したってニュースが両方9月の後半にあったんですけど、その宇宙船、名前がコウノトリです。コウノトリ。で、アルファベットの略称があって、HTV で合ってるよね。そう、HTV。まあ、両方覚えておいてください。ぜひね。で、これはまあ、国際宇宙ステーション。まあ、宇宙にね、滞在してる宇宙ステーションです。そこでいろんな研究をしたりとか、調査したりとかしてるわけなんですけど、そこにまあ、無人、まあ、人が乗ってない状況で補給船、こう、まあ、例えば物資ね、そこに住んでる人の、例えばまあ、衣服とか簡単に、まあ、いろんな物資とか研究の材料とか、ものとかを運ぶ。やつを打ち上げたんです、この前。で、打ち上げがこれで7回目。まあ、7号機だったんだけど、ロケットがね。で、7回目でこれ7回連続成功してます、全部。もう素晴らしいよね、ほんとね。よいしょ。成功してると。まあ、そのコウノトリが、この前ね、到着しましたので、まあ、そんなこともニュースもぜひ覚えておいてください。で、まあ、いくつか、結構気になるニュースがあったんですけど、その、貴乃花親方がね、とかね、その、相撲協会のごたごたとかいろいろありましたけど、まあ、芸能ニュースがね、その、結構出す先生は出すんですよ。で、自分は芸能ニュース取り上げないんですけど、ここに。そんなにね。例えば、まあ、みんな世代じゃないんだけどね。まあ、最近引退した人。まあ、好きな方もね、いらっしゃると思います。自分はもう、もろ世代なので、ここが。安室奈美恵さんですね。40歳かな ?40 歳でこうね、この前引退しましたと。いや、もうほんと10代の頃から活躍している安室さんを見てるので、まあ引退したよと。で、今回なんでこれ取り上げたかっていうと、これも安倍さんと同じで、漢字で書かされる可能性が高い。で、安室奈美恵さんって結構間違いやすいだよね。その名の字が違ったりとか、ちょっとしたね、ミスが出やすいところなので、まあぜひね、漢字覚えておいてください。で、あとこの前亡くなったね、女優さんですね。大女優ですね。キキキリンさん。もうぜひ、こちらも漢字がやっぱり間違いやすい。まあこういう覚え方は不謹慎かもしれないですけど、その木の漢字の場所が間違いやすいので、まあ最初は樹木です。キキキリンさんの名字ね。では樹木の漢字の順番なので、まあそこも覚えておいてください。で、ラストです。スポーツのニュースを一個取り上げて終わります。この前ですね、世界選手権で、柔道がありました。で、柔道で結局終わってですね、これもすごいいい成績で、金メダル、全部で8個、ゲットしました。8個で、話題になったのは、安倍兄弟、安倍選手です。安倍一二三選手と安倍詩選手っていう兄弟がいるんですけど、それは2人で金メダルを取ったと。で、もう1個が、これちょっと書いとこうか。この金メダルの1個に、こんな字切ってね、ちっちゃくなくてよかったよね。お待ちください。これね、東京オリンピックで新競技に入るんですよ。あの、柔道がじゃなくてね、これがね、男女、混合団体か。柔道って、個人戦のイメージがすごい強いですよね。でもね、混合団体、男女がこう、ペアで、それで国ごとに戦うっていうのがあって、これも金メダル取ったんです。男女混合団体。世界選手権で。ちなみに日本は2連覇してます。これに関しては。で、これがその東京オリンピックで初めて男女混合団体が入ってくるというね、ことになりますので、ぜひこの辺も覚えておいてください。では、今回はね、この4つのニュース取り上げさせていただきました。で、途中でね、ちょっとお願いした、その実際にみんなのね、ところで出た問題を、そのツイッターのリプかメールで送っていただく件、ぜひぜひご協力の方よろしくお願いします。では、今回の時事問題はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。